互い組み合ってがっしり組み合ってしまうと動きが止まってしまうんですね。これだともう重心が動かない、なかなか動きづらい。でここをもう投げるっていうのはなかなか難しいです。お互いにも防御の仕方も分かっているので、このまま長谷川先生が例えば何か技をかけたとしても金丸先生が止めれるんですよね。どこを止めればかからないかっていうのは分かっているんですけども、そのこのまま直接には入れないので、その前にいかに入るタイミングを作るか、場面を作るかというところで体を使いながら、でこうした場合右手の釣り手なんかをうまく動かしながらですね、こう相手をこれで重心をコントロールするんですね。前に煽ったり振ったりってなると、今度長谷川先生がコントロールしようとしている引き手の押さえも効かないんですね。そして動い重心が動いているとチャンスも生まれるので、こうしたところに技をかけにいくというところになります。なので組んだなと思っても止まってないですね。まあ、重量級なんかでグッとこう捕まえてっていう柔道ももちろん多いんですけれども、まあ、一般的にはこうしたところでいかに相手の重心をコントロールするかっていうところが組み手争いと合わせて通常行われているところになります。はい、頭が大きく揺らぐっていうことはバランスが非常に大きく崩れることにつながるので、まあ、今もう少し今のような動きをしてもらっても、でもこれ長谷川先生こうなってしまうとより動くんですよ。でも長谷川先生もう柔道もちろんずっとされてますので、そうされないために普通の動きをじゃあしてもらっていい？こう動かそうとしてもお互い見て分かってもらうと思うんですけども、頭ほとんど動いてない。通常これなんですけども、じゃあここをいかに崩すかっていうところで、例えば、まあ、大外刈りなんかが多いんですけども、大外刈りでいかに相手の頭をコントロールするか、まあ、そういうところの一つに、例えば下から顎をついての大外刈りですね。下から顎をついてこうやると後ろに重心が頭が動いてます、はい、ですね。から今度、まあ、奥襟を持っての大外刈りも、今度奥を持って肘の内側 ですね。これ重量級の選手なんか多いんですけども、いかに相手の顎を上げて重心を後ろにしてやるかですね。まあ、あと金丸先生の得意な小内刈りも、顎をこうして相手が打つときに顎をつきながらの小内刈りであると、何とか頑張ろうと顎を下げて頑張ろうとしても上がってしまうので、重心が後ろに行ってしまう。ですので頭をコントロールするというのは柔道でも非常に大きいところになりまして、まあ、その一つが、まあ、送りなどを組んで、送りとか前を詰めて、そうした形のコントロールを、この力でコントロールして、相手がさっきのリアクションであったり、あまり相手が頭上げれませんので、少しやっぱりバランスがあまりいい状況ではないですよね。こういったところを作ってやるというところにもつながっています。こうした形で前後だけでなく、まあ、円運動とかですね、よく言うんですけど、回しながら自分の体の回線を使ったりっていうところで技をかけたりっていうところもつながります。結構多いのは、まあ、海外の選手に多いのは前後ですね。この前後押し合い、先ほど言ったようなこの押し合いの中でやり合う、こうもう、まあ、見ても分かるように力が非常に入り合っているような形が多いんですけども、それをやってしまうと、まあ、もし力が弱い選手だと、その押し合いですと、やっぱり押されてしまったりですね、ぐーっとこう行こうとしても、ぐーっとこう、で、まあ、このまま上下に出てしまうと、上下指導も取られてしまいますし、で、この押されるの嫌なんで、押し返そうとしたところを、まあ、先ほどのリアクションでうまく使って、技に入られたりするんですね、相手が押し返してきたところに、はい、っていうところにつながったりするんですけども。なので、そうならないようにというか、そこをまた違う形でぐっとまっすぐ押してきている選手をちょっと左右に散らしているような形、円を使っているような形で行くと、直線では技が力が伝わりませんので、でそういうのを使いながら技に入っていくというのも一つの。